皆さん、こんにちは。故ジャニー喜多川氏の性加害問題により退所者が続出すると予想されているジャニーズ事務所。長年事務所を支え続けてきた元スマップ木村拓哉さんにも退所や独立が噂されていました。その原因は前社長である藤島ジュリー景子氏と木村さんの妻である工藤静香さんの確執と言われていましたが、現在はどうやら木村さんと工藤さんの関係に亀裂が入ったことで夫婦は離婚の危機だと言います。今回は木村拓哉さんと工藤静香さんの離婚危機について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ジャニーズ事務所は7日都内ホテルで記者会見を開き、故ジャニー喜多川前社長による性加害の事実を正式に認めて謝罪しました。問題を放置してきた責任を取って、今月5日に藤島ジュリー景子氏が代表取締役社長を辞任したこと、東山紀之氏の新社長就任を発表。会見にはジャニーズアイランド社長の井ノ原快彦さんを含めた3人と顧問の上枝浩弁護士が登壇しました。東山氏は社長就任の挨拶とともに年内いっぱいで引退することも明かしました。事務所の株式 100% を所有する藤島氏は当面代表取締役を継続し、被害者救済の責任を担うこととなります。記者会見の前日、東山氏の社長就任会食が行われたのですが、東山氏をはじめ井ノ原快彦さん、国分太一さんが集まる中、あまり関わりのない木村さんも年長者として出席していました。ジュリー氏による今後の方針の議論の場にも招かれた木村さん。なぜ木村さんは呼ばれたのでしょうか。それはスマップ解散後唯一ジャニーズに残った木村さんにジュリー氏はとても感謝しているそうです。またジュリー氏と木村さんの妻工藤静香さんはスマップが活動している時とても仲が良かったことで有名です。スマップ解散時に木村さんがジャニーズに残った理由はそれのせいだとも言われています。木村さんの立場からするとジュリー氏と工藤静香さんの仲によりスマップ解散時にジャニーズ事務所を出るという選択肢が選べなかったという噂もあります。この仲が終わると今後妻である工藤静香さんも歌番組に出られなくなるということも想定されるため、家族を守るためにもこのような選択をしたという見方があるそうです。工藤静香さんが紅白に出ることで木村拓哉さんの映画の宣伝効果にそんなになるのかなとは思いますが、多少なりとも効果があるのでしょうね。かつての人気を失いつつあった木村さんをジュリーさんは原藤一輝氏と共に木村さんを盛り立てようと尽力し、アイドル俳優から脱皮させることに成功させ、事務所のトップスターの木村さんに対していち早く状況を伝えようと仁義を切ったのです。しかし木村さんは退所の噂が後を絶ちません。スマップの解散が正式に発表された2016年8月、木村さんと工藤さんがメリー氏やその娘であるジュリー氏とハワイで交流していたのではないかという報道があり、ネット上では木村さんに裏切り者のレッテルが貼られ、工藤さんに嫌悪感を抱くスマップファンも散見されるようになりました。そうしてジャニーズの大黒柱となった木村さんの動きで、一部ではついに退所情報と報じられ、これについて木村が動けばカトゥーンの亀梨和也さんら彼を慕うタレントたちが数多く追随しかねないだろうと、何とも意味深な言葉が芸能プロダクション関係者の口から出てきました。性加害問題にこれまで一切触れずにいる木村さんだが、関係者の証言をまとめてみると退所はほぼ間違いなさそうだという印象を持ちますよね。かつて工藤静香さんとジュリー氏は仲が良かったはずですが、木村さんのドラマ出演の際に折り合いが悪くなってしまったようです。今年4月期のドラマで木村さん主演の風間公親‐教場ゼロが、福山雅治さん主演のラストマン‐全盲の捜査官とバッティング。
マスコミはキム副戦争と騒いでいましたが、ジュリー社長がラストマンにキング&プリンスの永瀬廉さんやストーンズ京本大我さんを貸し出したことに工藤さんは不快感を示したと言われています。それでも風間公親の視聴率が上回っていればよかったものの、ラストマンに結局負けてしまい、工藤静香さんにはこれがジュリー氏の裏切りにも思えたようです。またこれにとどめを刺す形となったのが、男性化粧品で資生堂が今年の秋以降に予定していた木村さんの CM 起用を性加害問題を理由に白紙撤回したというエピソード。これで工藤静香さんは、これまで育ててくれてお世話になった恩は忘れないけど、いつまでもここにいると様々な弊害にパパの将来が潰されちゃうとジャニーズと距離を置く覚悟を決めたのだと複数の関係者が口を揃えています。これを踏まえ、今年末とも来年年明け早々とも言われている教場のファイナルバージョンのドラマ化、来年夏あたりに公開予定だと言われている映画版が、木村さんのジャニーズ事務所での最後の仕事になるのではないかというのが大方の見方のようです。他にも木村さんのジャニーズ退所独立を示唆しているとして話題となったのが、8月2日に工藤静香さんがリリースした新曲「勇者の旗」の歌詞についてです。歌詞を見れば、ジャニー喜多川氏の性加害問題に揺れるジャニーズ事務所で微妙な立場にある夫の木村さんへの応援歌のように感じます。スマップ解散時、ジャニーズに残るように説得したと言われている工藤さんが、今度は夫に勇者の旗を立て独立すべき時だと促しているような歌詞のようです。歌詞には背負うものが多すぎたとか、ここが分岐点だといったフレーズもあります。さらに嵐の中で渡り鳥は飛ぶタイミングを待っていると続け、自分を信じて舞い上がれと鼓舞しています。そもそも木村さんはジュリー氏とソリが合わず、自分の仕事にぶつけるかのように岡田准一さんら後輩を重用する姿勢に反発しているといいます。勇者の旗を掲げて本当に独立するという可能性もありました。工藤さんとしては、夫の木村さんが巻き込まれている形になっているのが非常に気に食わないようで、しかもジャニーズを辞めた元スマップメンバーが無傷であるのがもっと気に食わないようなのです。木村さんは今回の報道を受けて大手化粧品会社の CM 案件が破談。一方で中居正広さんはどこ吹く風でソフトバンクの CM に出演することになっています。夫を心配する工藤さんは木村さんにジャニーズを辞めてほしいそうですが、肝心の木村さんはジャニーズに生涯忠誠を誓う勢いで、東山氏が事務所社長就任を発表したジャニーズの記者会見の後に、コ・ジャニ喜多川氏のモットーである言葉ショーマストゴーオンをインスタに投稿していたくらいです。幕が上がれば止まることはできない決意表明した木村さんは、年長者として事務所を守ることを決めました。夫婦仲はもともと木村さんが工藤さんに続婚という形、それゆえに木村さんは今まで工藤さんの言いなりになってきたといいます。スマップ解散時に事務所に残り続けたのも工藤さんの助言といいますが、それだけに今回は珍しく木村さんが工藤さんの助言を無視しているため、工藤さんとしては面白くないのです。二人の娘は海外進出を視野に入れているため、父親が性加害問題の事務所に属していることが悪影響になると考えて、工藤さんは退所を促していたようなのですが、木村さんは自分の仕事を全うするだけでなく後輩たちにも活躍してほしいという心情を強く持っており、スマップ時代に果たせなかったジャニーズファミリーを守るという思いの方が上回ってしまったのです。他にも岡田准一さんはアクション作品での活躍、堂本光一さんはミュージカルシリーズ「ショック」など自身の持っているものを後輩たちに継承していく目的があり、共通するのは
後進の育成、交流を見据えている点です。それが事務所残留を決めた理由なのだと考えられます。家族を取るのか事務所を取るのか、木村さんの選択はどちらになるのか、今後の動向に注目しましょう。いかがでしたでしょうか。今回は木村拓哉さんと工藤静香さんの離婚危機の背景をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。